千葉県出身のスキー専攻科1年高橋光です。はい、 JWSC に入学した最大の決め手は何ですか？はい、東京の高校に行っていたんですが、周りの大学ではスキーをやるというのは部活や同好会でしかできなくて、 JWSC ではスキーに対していろいろな角度からできることが最大の魅力だと思っています。はい、じゃあ続いての質問に行きますね。はい、高橋くんは1年生なので入学してまだ1ヶ月ですが、妙高での生活はどうですか？はい、まだ1ヶ月の中であんまり妙高の周りのことを分かれてないのですが、ただ一つすごいなと思ったのはまだ雪がたくさんあってゲレンデでいろいろなことが雪上で試せるというのは最大の魅力かなと今1ヶ月では感じています。はい、ありがとうございます。続いて、はい、今年の目標を教えてください。はい、今年はフィスポイントを100ポイントを切るというのが目標です。これのために、これから始まるオフシーズンに向けてさまざまなトレーニングを積んで来シーズン全力で頑張っていきたいと思っています。はい、頑張ってください。ありがとうございました。ありがとうございます。